この記事では、美、美、カロンについて解説する。まず辞書や百科辞典で、どのように説明されているのか見ていく。高次元ではまず次のような説明を掲載している。そして三番目に、哲学用語の美を挙げており次のような説明になっている。ブリタニカ百科辞典では、高次元の三番目に挙げてある、哲学的説明から入り、感覚、特に主張を媒介として得られる、気閲。 快楽の根源的体験の一つとしている。そして、ブリタニカ百科事典では続いて、次の注意点を指摘している。つまり、一方で美には直接の感覚による美があるが、他方、直接感覚に依存せず、精神的に感じられる美もある、と言っているのである。人は、例えば、彼の一生懸命な生き様は、美しい、最後まで正義を貫いた。 この方の人生は本当に美しいなどということがある。また、美しい心の持ち主ということもあるわけである。これと関連するが、今道智信は、岩波講座哲学、六、芸術の美学と芸術理論の章において、美は、自然の事物等に対する感覚的に素朴な印象から、芸術作品に対して抱く感動の感情、あるいは、 人間の行為の倫理的価値に対する評価に至るまで様々な意味と解釈の位相を持っているということを指摘した。人が例えば何を美しいというかというと、人は自分の祖国や故郷を美しいということがあり、風景を見て美しいということがあり、はたまた美術作品などを見て美しいということもあり、男性は肩の整った女性を美しいということがあり、 そして女性は型の整った男性を美しいということがあり、数学者は方程式のある種の解放を美しいと述べることがある。また、モーツァルトやフォーレの音楽は繊細な美しさを持つと言われることがある。ヘルマン・ヘッセは作品に青春は美しという題をつけた。その意味で青春も美しいとされることのあるものの一つと言えよう。 ただし、青春は人それぞれで、実に様々な形容詞が付けられている。ビット、芸術は異なる。岩波哲学講座、六、芸術の、端書きを書いた人によると、美しいものは、必ずしも芸術ではない。美しいものすべてが芸術というわけではない。また、逆に、芸術作品すべてが美しいというわけでもない。プラトンは、超越美、イコール、 精神美。上で、すでに説明は実在する、と述べ、個々の美しいものは、この超越美の分有である、と述べた。イデア論美を一位に定義することは困難であり、その定義づけが美学という一つの学問として、成立するほどである。美の種類、もしくは、カテゴリーとして、次のようなものがある。人にとって美は、概念的に思考することのできるものであるだけでなく、 同時にイメージとしても思い描かれ、それと重ね合わせて想像することもまたできるものである。哲学における美の概念の概説的な説明は、すでに優れた記述がある。これは、哲学における美に関する思想や理論、つまり、講義の美学における美の概念の歴史として、一つのまとまりとして考えられる、以下の哲学における美を参照。美とは、価値観念。 価値認識の一つである。人類において普遍的に存在する観念であり、表彰であるが、一方では、文化や個人の主観枠を超えて、超越的に概念素定しようとするとき、明確に規定困難であり、それゆえ、美には普遍的な定義はない、とも形容される。しかし、他方では、美は、感性的対象把握において、超越論的に、 人間精神に刻印された普遍概念であるとも解釈でき面を持っており、美の定義は発散するが、美の現象、経験は世界に偏在してあるという存在自体が成立する。ここでは、主として古代ギリシアローマ及び西欧哲学の伝統における美の本質探求の試みと認識的概念としての美についての考察の処位相をびをする。哲学における 美の概念と、それがいかなるものであるかの議論は、その前提として、本記事の冒頭で述べた通り、美しいとは何を意味しているのか、美という言葉が持つ、意味範囲のある程度の明確な把握を前提とする。例えば、古典ギリシア語における、美、形論という言葉は、通常の国語としての日本語で使う、美の意味とは異なる意味範囲を持っているのであり、同様に、ラテン語の、 美しいこと、プクラムも、また、古典ギリシア語のカロン、美とは、また違う意味範囲を持っている。異なる言語の間で、全く同じ意味ない方を持つ言葉はそもそも存在しないのであり、例えばプラトンが美について何かを論じている場合、それは古典ギリシア語のカロンについて語っているのだという事実は重要である。美に関連した概念として、徳という価値概念が、 プラトンによって論じられているが、特に当たる古代イギリシア語、アレテは日本語の特にはない特殊な意味があり、それは英語のバーチューにもまたないものである。しかし、ラテン語バータスはギリシア語、アレテの願意とほぼ重なる意味範囲を備えている。このように言語において同じ意味ない方の言葉はないのだという自覚なしに、 異なる言語での美に相当する言葉について論じられた施策や議論に言及することはそこに危うさが伴っている。このように美という概念はそれが使用される言語によって意味ない方が異なり同じ言語でも時代や使用地域が異なれば意味に差異が生じている。何が美しいもの、ことなのか万民の間で共有できる普遍基準がないのが 美の概念であるが、文化や言葉を超えて、美に相当する、単語自身の意味ない方に普遍性がない。しかし哲学においては、美の普遍的概念は存在すると想定するのであり。このように想定された美の概念に基づいて、古典ギリシアで論じられた美や、ローマ時代の美の観念、中世初期や世紀中世等での美の概念、そして近世や近代の哲学における美の概念が、 通訳性を仮定された、ある意味、普遍的な層において考察されるのである。乙女は、美しい、ヒーパルテノスケールという言名における、美しい、ケールとは、あくまでヒンジ、術語としての形容詞であり、美しいと、美しいこと、美の間には、明らかに大きな距離がある。このような距離を乗り越えたのは、古典ギリ,リシアにおける、 形容詞の中性型を属性中小名詞とみなし、存在、恩の類とする思考の慣習からである。その典型がプラトンのイデアア説である。このようにして古典ギリシアにおいて美、経理論は美しいとされる事物がまさになぜに美しいのか、その根拠たる存在として概念規定されたと言える。美しいもの、人についての議論は歴史的に 世界中の文化で存在するが、美しいものの根拠である、美についての施策や、美の概念の規定は、古典ギリシアを乱象とする。美の概念は、この世界に、具体的に存在する事物、また受賞としての、美しいもの、こと、独語、ダスシャーンと、必然的に関わりを持つ。しかし、この美の概念、存在とは何であるのか、人が経験し、時に感動する。 美しさの本質については、哲学史にあって異なる解釈がある。二つの代表的な考え方があり、一、美の存在は、事物や事象が備える、固有の性質であるとする、存在論的把握と、二、美の存在は、事物に帰属するのではなく、それを知覚し、認識する、人間主観が、事物や事象に付与する性質であるとする、認識論的把握がある。大まかに言えば、 前者1は古典ギリシア哲学以来優勢であった見解であり、後者2は近世以降に登場する哲学的見解である。存在論的把握の代表的な論者は、プラトン、アリストテレス、プロティノス、アウグスティヌス、トマス・アクイナス、フリードリッヒ・シェディングである。これにはさらに1、美の性質を部分の近世に求める方向と2、 部分性を否定し誠一であることをもって、美の根本規定とする方向という、全く対立する態度が現れる。ただし美は全く認識と離れて存在するものではない。すでにプラトンにおいて、美は愛すなわち認識の欲求的能力の思考的対象として把握されている。共演。また、美の性格を禁制あるいは誠一に求める論も、認識への適合性に多くその論拠を置いている。 トマスは美を究極には神に返せられる属性とするが、視覚に心よいと捉えられるものは、美しいとこれる、神学大全とし、その人間的認識能力との関わりを否定していない。芸術家美学と呼ばれる画家や文人による、理論も多くこうした方向によることが多い。レオナルド・ダ・ヴィンチにとって、芸術家は、自然の幾何学的構造美という最もとも、 理想的な状態において再提時する能力を持つ幾何学者であり、そのことが彼をして対象のより正確な把握へと赴かせた。ホガースの美の理論は、線とその印象を追求することによって、素描の美的な効果について研究するとともに、美そのものの性質を線の形状から説明しようとした。なおこうした、存在それ自体の性格として、美を把握する方向は、 多く多の価値概念と美が共通するないし同一であるとの論に着着する。シェリングは美を客観的なものの絶対性としつつ、根本においては善や美と同一であるとする。これについては、公説、他の価値領域と美の関係を参照。近世に入ると、美を存在のヒンジではなく、人間の認識の構造から説明しようとする論者が登場する。これには、 心理学的把握と競技の認識論的把握を上げることができる。これはイギリス経験論と大陸合理主義哲学の影響下に発達した学説であるが、後には実証的心理学の影響も受けて現代における美の把握の一潮流を成している。代表的な論者にはエドマンドバーク、イマヌエル・カントがいる。18世紀イギリス美学においては、 心理学的な美の把握が見られる。バークは、ジョン・ロックの影響下に、美を、社交性への本能的欲求から説明しようとした、バークの美論については、後で美的反中説で衝突する。一方ドイツでは、合理主義哲学の影響下に、ライプニッツの表彰理論を継承した、認識論的美論が展開される。アレグザンダー・バウム・ガルテン、美学からは、美を、 感性的認識の完全性とする定式が導出される。こうした近世の認識論的把握の頂点に来るのがイマヌエル・カントである。カントにおいて美は四つの長表を与えられる。その認識根拠はしかし感性や個性のアプリオリな制約にあるのではない。この意味で美は極めて主観的である。美は共通感感センスコミヌスに基づき、 判断の不遍妥当性を要求するが、それ自体は対象の性質ではなく、構想力と母性の自由な戯れ、ダスフライエスピールでアインブルデンスクラフトンドでバースタンズに帰着される。この認識能力の自由な戯れを引き起こすものが美しいものと言われる。そして美は理性の能力の調和、すなわち上級認識能力の理想的な調和の実現として道徳性の象徴である。 判断力批判第一部。美という価値領域をめぐる理論は、主に二つの方向をとる。一つは、他の価値領域である、真や善と美の関係である。もう一つは、美という価値領域そのものの細分化である。美が良いものとされる限りにおいて、他の良いものとの関係が問われる。古代より、これは、美と真あるいは善との関わり、あるいは美と、 かすなわち何かある良いものによってもたらされる感覚の関わりとして問題化されてきた。古代において価値領域の自立は自命のことではなく、むしろ逆に各価値領域の共通性が追求されることが普通であった。語源的に美しいを表す言葉はしばしば良いと共通し、現代でも多くの言語において美しいを示す言葉は日常語においては しばしば、良い、良いを願意して使われる。全体に、このような価値連関において、美は、善と関連づけられることが多く、道徳的なものがも強さの一つとして考えられる。西洋哲学の乱象の地ギリシアにおいてもこの事情は、同様である。美しい人、心ロすは、容姿の美しさよりも、その社会的地位、能力、生まれの良さを指す言葉であり、美しい人とは、 ポリスの市民としての倫理規範を体現した、見事な人であった。こうした、美の極めて倫理的な色彩をよく表す概念が、全美、カラキャガシア、カロカガテアである。前を表す語と美を表す語から造語された。この語は、ギリシア的人間が実現すべき、理想像として提示されている。ヘイシオドスによるパンドーラーの神話では、この女性の容姿は、女神のように美しく、 心は犬のように狼烈で、そのためにより、災い役、書き屋が満ち溢れた仕事と日々。すなわち、美が感覚的に会である程度ならば、善、あがーさんにでなく、罪悪、左右あるに結びつく可能性があると考えられるので、最初は美は、徳から遠いものとしていわば、カロカ書き屋が一般に認められていた。しかし容姿でなく徳の美、精神の美を認める場合がある。 汚れもとがもなく死ぬことこそ美しい、アイスキュロス、定倍ゼメの七小戦十一。仮に、この、特、アレテとしての美を、プラトンのように根拠づけうるならば、美、ケイロンと、善、アガーさんとは一つになり、カロカガテや、カラキャガシアなる理念が成立すると考えられるのである。ただし、この語は、クセのポーンに由来し、プラトンにおいては、コロスキャガタースなる。 関用区が多用されている。また美は真理ともしばしば関係させられる。プラトンやプロティノスにおいて、美は時に哲学者、愛知者が知るべき、最高の対象とされる。このような文脈下では、美は真と同一視されている、ないし美を知ることは、真なる知識の数用をなすと考えられている。このような場合、善と知も、また本質的には同じものであるとされることが差は、 そこから、美は独立の価値領域ではなく、善や真に従属的なものであり、ここから逆に善や真を表現するために美を用いるという発想が生まれてくる。宗教芸術や王侯の権力を次元するための装飾などは、このような美の利用と言える。美を独自美の感受が、感性的なものに直接関わることから、美が善や的とは違う領域であることは、古代から、 意識されてきた。プラトンには、死が与える、見かけの心良さと間の良さの区別についての義が見られる。国家。人間の理性的能力の分類はすでに、アリストテレスによって行われているが、ニコマコス倫理学。そこでは真理を知る能力としての知、倫理的実践を行う能力としての資料、ものを作り出す能力としての技術値が区別される。ただし、ここでは、 技術値は特に美しいものだけに関わる能力ではなく、制作一般の能力である。しかし古代には美が独自の領域であるという主張は積極的に話されなかった。美が固有の能力であるとする立場の確立は感性に独自の尊厳を与える試みと並行している。アルフレッド・ボーイムラーは17世紀を感性の時代と呼び、この時代の感覚論や趣味論に、 あとの美的自律性の把握の契機を見ている。カントによって美の自律性とアウトノミエは確立する。カントは美と道徳の関係を主張したが、しかし各領域の自律性の確立が伝統的な価値領域の持っていた緩い交流を寸断したことは否定でない。フリードリヒシラーはこうしたカントの厳格主義に抵抗を感じ、美と倫理の積極的な関係を主張した。 美的教育論など、美学者、クーノフィッシャーは、シラーの試みを人間論的美学と呼んでいる。しかし全体としては、美の自立性を主張し擁護する動きが、近世から近代にかけては主流となる。こうした傾向は多様な美を表現する可能性を芸術家に開いたものの、その表現が時代にとっては受け止めがたくなるという副産物を伴った。その反動として、 現代芸術においては、再び社会と芸術の接近がいかにして可能で、あるかが問われている。しかし、定ゼとしての美の自立性は、ほとんど疑われることなく通行しているというとが、できよう。西涯においては、特に近世以降、美を細分化し、それぞれに独自な定義を与えるとともに、相互の関係を定式化しようとする動きがある。こうした、 細分化された美的なものの領域を美的範疇と呼ぶ。美的範疇の内実は、時代と論者によって異なるが、代表的な美的範疇には、美の他には、優美、崇高、衆、フモール、滑稽イロニーなどがある。日本の芸道論、作動、科学あるいは国学でいう、わび、寂、しおり、もののあわれなども美的範疇の一種である。衆は、 伝統的には美の対立概念である美の欠如と考えられた。このため衆を芸術において表現するということはほとんどの論者から取り上げられなかった。しかし近代には衆もまた積極的な価値を持つ美的範疇の一つであるという主張がなされ芸術において衆を表現する試みも登場した。日本語で使われる美の文字は漢字であり、 中国において三千年以上前に発明されたものである。この、美という漢字は、義や善と同様に、一種の要素合成によって作られており、それぞれの上半分の部分は、羊という文字である。羊と大の合成が美であり、羊と我の合成が義である。孔子の論語の中にも記されているが、羊は、 宗教的彩色において、見物として利用された動物で、犠牲の動物の意味があり、そこから、羊を要素とする合成漢字には、犠牲の意味が含まれている。あるいは、犠牲の意味を持つ概念を表現するために、これらの漢字は合成され、作られたとも言える。儀とは、我の責任の限りの犠牲という意味があり、善は、儀式の細部に盛る限りの犠牲という意味があるが、 美とは、大いなる犠牲である。この場合の犠牲とは、自己犠牲であり、共同体の命運などに対し、人間として行える最大限の犠牲、つまり斧が命を捧げて、対象を高めるという願意があり、言い換えれば、人の倫理の道において、最も崇高な行いが、美であったのである。美について、説問開示に、羊に受皮、大いに重腐、とあり、 怪異としているが、白川聖は美全体を象形とし、羊の前景と解釈している。以下、白川のアザ説である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。